はい、どうもこんにちはございます。今日もローズオブザフォールンやっていきたいと思います。前回橋の上で破壊者というやつに破壊されましたということで、前回ならすじ終わりということで、破壊者まで走っていきたいと思います。めちゃくちゃ絶対ショートカット見ようとしてる。あまりに遠すぎるから絶対見ようとしてるというわけで、とりあえず破壊者のとこまで行く。でどっかでショートカットがあったら開通します。はい、というわけでちょっとお待ちを。なんか引き寄せできるな。これショートカットじゃね、もしかして。違う、よいしょ、こっちか。あ、ショートカットだ、やっぱそうや。なるほど、全然長いけど全然ここまで長いけどショートカット、ああショートカット開通したけど、クソほど遠いんだけど全然近いと感じない。いや、確かに短くなってる、確かに短くなってる。ショートカットなんだけど、どうしようもねえぐらい遠いんだけど。マジでこれ不親切だぜ。ちょっとさ、もうちょっとさ、僕の身になって考えてもらいたいな。じゃあ行くか。やめろやめろ、俺ボスと戦いに行くんだから、君らと戦ってる暇ないんですよ。さっきのショートカットここだ。だいぶ楽にはなってる。あ、ちょっと待って、全然、ちょっと待って。あ、これ、こっちの世界入ったらダメってことか。あ、そういうことや。オッケーだけど全然オッケーじゃない。しんどいよ。あ、しんどいよ。よし、抜けたぜ。またここの、なんか上のショートカットみたいな開通できたらいいんだけど。お前ら来んじゃねえ。横断します。さすがに来ねえだろ。よし、やるか。破壊者。タイミング悪っ。ここだるちょっと遠いなここ。ローリングでね。おお、帰ってきたけど、もうここやだよ。もう来たくないから終わらせたい。本当に終わらせたい。マジで終わりにしてくれ。ちょっと広いところで戦う。よいしょ、なんや、何やお前。よいしょ、見えない。おっと、なんだ
なんだなんだ。ああ、なんか壊せるんだな。ちょっと、ああ、もう、もう、こいつ。頼むから復活しやすいとこでやらせてくれよ。うん、落ち着け落ち着け。貯めてドン。落ち着け。オッケー。オッケー。オッケー。ええー、その距離当たるんだ。はい、切れて。オッケー、大丈夫、大丈夫。大丈夫、勝てるはず、勝てるはず。いけ、オッケー。破壊症破壊完了。はあ、やっとだよ、やっと抜けたよ。マジきつかった、お前ほんと。それで5000とかさ、そんなもんしかくれねえんだから、マジで。おい、この外側にさあるんだよな、あの引っこ抜けるやつ。このあれ、内側から丸出てるからいけるかと思ったけど、あれどうやってやるんだろうどうやってやるんだろう。そこにあるのは分かってるんで、あ、いけるいける、ここから抜けられるか。抜けた？いや、アイテム取りいけねえじゃん。おい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 、どうすんだよどうすんだよこれ。いやいやいや、あの外でアイテム出てるんだけど、どうする。あ、あそこにある、あそこにある。あー、よかったよかった。さすがにな、さすがに頼むぜ。よいしょ、これで回収できるようになってるはず。え、ここも開くけど、先に取るのはこちら側、アイテムのが大事。ノフタの儀式用ハンマー、あれレベルはこれか。あ、強いけど灼熱も必要なんだ。わ、足りねえ今のハンマー使い続けるしかないか。金の杖、あ、金の杖悪くないんじゃないこれ。うん、悪くないと思う。これは、あ、向こう側行けるね。ちょっと一回休んでから裏世界に入って向こう側行こう。よし、そしたら向こう側行くか。そして行くのがこの下だろう。ここだね、ここやろう。よし、よいしょ、いた。はい、オッケー。で回収。でそちら側、卵いっぱい生えてるから、とりあえず一つ一つ丁寧に落としとかないと。パニックウェーブみたいなのはしたいけど、よいしょ。ああ、悪くないぞ、悪くないぞ。本当にこの杖悪くないぞ。ただの棒だけど。強化してないでこれだからだいぶいいんじゃないか。で、これは、あ、脊椎を引っ張り出すと。オッケーオッケー。あ、なんで、はいはい、生まれも育ちもこの板の上。
それがあなただね。で、二人いる。よいしょ。OK、ブンブン丸は当たんないぞ。はい。はい、OK。処理完了。あー、で、これの先っぽ。ん？あ、あー、なるほど。そこにあったか。よし。処理は完璧。で、こう引っ張ってやって、よいしょ。引っこ抜けて、向こう側は綺麗になってくる。あー、オッケーオッケーオッケー。下。あれ、また下行けそうな雰囲気もあるな。まあいいや。とりあえずこっち登っていって、そして、ここ、階段。危ういね。危うい階段だな。わわわわわ。わわわ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。まあ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 、とりあえず。あ、ちょっと、君ら邪魔。よし。よいしょ。OK。あー、OK、OK。多分、ショートカット、ここの先、橋を下ろせるでしょ。あー、下ろせる、下ろせる。完璧だわ。で、押して、下げる。OK。これで、ショートカットは開通して、拾う。通常のデラニウムの塊。OK。こいつも、やる。やるぞ、OK。はい。やる、やる、やる。あ、なんか、でけえのいる。なんかでけえのいる。あ、違う、普通の犬か。いや、でかいか。でかい、でかい気がするだけか。痛い痛い、びっくりした。わきにいたんか君。よし、じゃあ帰りまーす。暗黒から出現。よし、これで安心して先進めるな。体力は回復しておく。こっちが正規ルートではなさそうだね。でも、おお、はいはいはい。うわ、なんかやばそうだな。とりあえず、あの、おじゃなくて、斧のやつ、斧のやつ、とりあえず斧のやつ、斧のやつ呼んで、呼んで、呼んでる、呼んでる、来てる来てる。オッケーオッケーオッケー。よし。ひるまないけど。いいよ、大丈夫。大丈夫だよ。いいね、いいね。やはり、やはり強い月は。連射して、あの厄介な君だよ、君だよ、君が一番厄介なんだ。 OK。 で、よいしょ。またでもここもなんかやばそうだね。あの神殿の方から血が流れ出してるんですけど、これやばそうだね、なんかね。おお、うん。ああ、そういうことやっちゃう。はいはい、爆発。 OK。 何これ、どこつながってんだろう。あ、起動。裏切られたエリアードの痕跡。裏切られたんだな。オッケー、キャラクターアップグレードもできるからアップグレードしちゃいます。あ、ピエータの剣買えるようになってるな。光25。光25か、ちょっと足りないね。まあ剣買っとこうかな。後で光上げた時に使えるようにしとこう。よし、そしたら一応レベルも上げたし、ここでやることも特にないから先へさらに進んでいこう。よし、じゃあ先へ進んでくっちゃ。え？ボスではないよね、さすがにね。あれ、なんか、ん？なんだこの人。あ、インタラクトできる。
切断された手を使用する。火の儀式の捏造。はあ、焦げた指。ああ、なんかようわからん。とりあえずそういう祭壇があるってことだけ覚えときゃいいか。特に裏側も、あ、アイテムある。あ、灼熱の武器。灼熱は伸ばしないから、まあどうせ装備できないし、いっか。拾う。ああ、ただ落下するだけだ、ここ。なるほどね。でさっきの焦げた指でなんか変えるっちゅうことか。なるほど、 OK。 じゃあやることはねえや、先進みましょうか。よし、ということで破壊者を倒したところまで戻ってきたので、先へ進んでいきたいと思います。いやー、どうなっちゃうかな。結構体力とかも伸ばしてきたから、割とまだ生き残れるとは思うんだけど、やーな感じやねやーな感じやね。よいしょ、拾うと。赤いブリオソンとベリーが2つ3つ、よいしょ、ほい。オッケー。アイテムない。アイテムある。よし、重しのついたボルト。とりあえず魔法覚えてるから、あ、魔法、そうだ、切り替えとこう。光の帯を貫く光。あ、マナ消費が上がるだけか。オッケー。とりあえず、よいしょ、おっ、よし、エンチャント使えるから、それでオッケー。ちょっと待って、あの後ろの援護がある状態で戦うのやだ。やだ、とりあえずこっち来て。よいしょ。OK。まあまあまあ、順番ね、順番。よいしょ。あー、なになに、火吐くやつ2頭も来てる ?2 頭も来てるのはまずいんじゃない？よいしょ。OK。ナイスですね。よいしょ。スタミナ消費結構でかいな。両手持ちになる。両手持ちだからかな。よいしょ。OK。おお、お前、俺も来てんのか。ずるくね、あれ。今さ、ダメージ食らってなかったんだけど。爆発に巻き込まれておきながら。よいしょ。よし。で、あと1人。あいつだけ、お前だけ悠々と逃げるんじゃない。爆弾犬も撃破と。これで入り口すっきりしたんじゃないかな。まあ見るべきところは特に、うん、あれ食らっちゃうと連れてかれちゃうからね、向こうに。分かったよ、だんだん分かってきたよ。これやってる時のダメージを食らうと持ってかれちゃうんだよ、向こうの世界。体引っ張られちゃうから注意。いただき、これなんかめっ、あ、やっぱりそうか、分かった。あのニョロニョロが、あの、おお、あれ、お前死神じゃね、お前死神じゃね、おいおい、なんかここさ、強い敵が多いんだけど、なんだ。ちょっと、いや、こっち戻ってきたら干渉しちゃいかんよな、死神は。なんか、なんだろう、これ。
やっぱり光を狩るもの。ああお前か。避けられてる。あー間に合わないか。っていうかもうゼロなんだけど、もうゼロ、もうゼロなんだけど。よいしょ、はいはい、おいっと、おい、もうこれやべやべ、あーあーあああ勝てる気がしない。ゲット狙えるか。あえ全然勝てる要素はないんだけど、またこっち道間違えた。あ普通に入れる。やっぱ誰か助けてくれてんだな。一回負けるとそれで終わりだ。オッケーオッケーオッケー。あこれ壁だ、普通に壁だ。どこ行けばいいんだこれ。こっち側か。よしよしよし。ああいるいる、どうもどうも。待て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 、おいおい、またこのなんか知らんけどいっぱいいるパターンで、あ炎エンチャしてる。なるほど、貴様炎使いか。光とどっちが強いか勝負しようやな。よし光の方が強い、そういうこと。いやこいつマジマジ厄介。マジ厄介だわ。待てー。いや待たなくていい、待たなくていいっす。あれ、あーなんかこっち来れたな。よいしょ、ふう。あれこっちが進むべき道もしかして。よいしょよいしょ、はいはい。あれどっち、ああなんだなになに、誰誰誰だ、今投げてきたの誰、誰ですか先生。怒らないから言ってごらん。君か、怒らないけどただしね。いいね、ここから。マジ厄介なんだけど、マジ厄介なんだけど、あいつよし取ったぞ。よし、ふう。いやマジで進むべき道はいっぱいあるな。ここ上切るじゃない。とりあえず上切るところは上食ってね。なるほど、とりあえず上見てからにするか。この先、ああまだまだ上いけるじゃん。はい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 、めちゃめちゃ上いけるんだけど。はいはいはい、なんでさロックできないの。いるの見えてるのにさロックしてくれないと。まともに戦えないんだよ、ロックしてもらわないと。回収、これ外出られちゃうか。えこれ狭いんだけど、登る、どこまで上がれんのこれ。どっかで行き止まるよねこれ、さすがに。針を渡っていって上に登る。
わあ、でけえかがり火。チェストを開ける。明るすぎて他が見えんもんな。フィッツロイ。フィッツロイシリーズだ。で、そしたら、これを見るために、一旦出ましょうか。これ下まで降りちゃえば、おーおーおお、大変なことになってるな。あ、これだけ OK。 んー、じゃあ下行こう。よし、で針を渡って、外から戻っていく感じね。で、外側下まで行っちゃえば現世に戻れる像があるから、それでだから、ここまでが遅いんだよな。魔法エンチャしといて、エンチャント結構大事になってきたな。ダメージがね、やっぱり全然違うから。おめえよ。そんなとこにいたのか。ここまで来んのめちゃめちゃ大変なんだぞ。よし、さっきの仕返しだ。お前な、終わりにしたるかな。よくもやってくれたな。おい、何お前、どっから出てくんのよ、本当に。はい、よし。ふぅ、トラッパーのクロスボウ。トラッパーが強すぎるんじゃねえ。ヘビ油の手投げだ。で、これ外に出る前に、根っこしたいな。ここで、あるから、一旦、暗黒世界に入って、よいしょ。おい。とりあえず、こいつやっとこう。よいしょ。オッケー、大丈夫。倒せるぞ、こいつは。赤いのが強いんだ、赤いのが。オッケー、大丈夫、倒せるぞ。はい。もしかして弱い？いただきます。さすがにトラップじゃないね。月のアントリの暗黒の目。じゃあ帰ります。大丈夫です。もうお腹いっぱいです。ふう、じゃあこれで塔の攻略は一応終了。攻略というか、なんというか、塔の中は見終わったということで、今度は直線か、まっすぐ行ったところも見とかないと、ちょっともったいないですね。魔力よけ。なくなってるのがその門の下行った時だから、現実戻るやつかな。OK。いや、来んなら来てくれ、頼むから。来んなら来てくれ。トラッパーさんね。よし、OK。回収できた。あ、でも行っちゃうか。あ、行けないのか。なるほどね。OK。逆に分かったわ。よし、大丈夫。行けないと分かっちまえば、こっちも。はい。見えない。危ねえ。分からん。いや、なんでさ。なんでさ、あの、ロック。解除されちゃうんだ。犬来てる？犬来てない？来るのが来ないのがはっきりせい。お前、はっきりせい。来ないなら来ない。来るなら来るで、はっきりしなさい。まったく。そんな優柔不断だから、嫌われちゃうんだぞ。はい。あれ？もしかしてお揃いの武器か？お揃い武器だったな、今。
ムチとお揃いだよ。よし、で先進むぞ。やっと先進めるな。ちょっとこっち来ない、もうちょっと引くな引くな、お前は。先進みづらいんだよ本当に。よし、でみんなしてさ、そうやって投げてくのやめて。でお前ラスト、はい、オッケー。おお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 お、なんか杖が暴れてたな今。こっち側行くと、おおおお、なんか強そうなやついた。あ、なんか見たことあんな、あの爆発魔法みたいなやつ。ちな、こっちは、あーあー、はいはい、大丈夫、2発だけ、はいはい、よいしょ、 OK。 あー、もう、もう、よいしょよいしょ、ふうふうふう、休憩ポイントがマジでね。こっちで、滑略に飛んだ頭蓋骨。あー、これ戻るとこだ、なるほど戻るとこね、戻るとこじゃなくて、あのショートカット欲しいな。ないんか、ショートカット。上か、上がショートカットか、もしかすると。この上のところじゃない、連射して回復を入れといて、それで、あのさ、こいつそんなに強くない、こいつね戦ったことあるんだ、周りにいると強いんだよ。よいしょ、こっち来い、こっち来い、広いところで叩こうぜ。よいしょ、このそうそう、湧き抜けられれば別に怖くないんだけど。よいしょ、もう一発、オッケー、ふう、R2、 OK。 これ何、かすかな活力の頭蓋ん、あー、ここなんか蝶々飛んでるから、そういうやつか。 OKOK、 じゃあ入りますか、暗黒世界ゴー。おお、いっぱいいんね。おお、ちょっと待って、おい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 、お前ふざけんなよ、またお前何体いんねん。違う違う、こっちこっちこっち、これ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 、違う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 、って、こうこうこっちこっち、そうそう、アイテムさえ取れば勝ち、アイテムさえ取れば勝ち、聖なる聖髄ありがたい、これか、なるほどね、オッケーオッケー。そしたら、あれ、はいはい、帰る帰る帰る、あんな相手してられるか、相手してられるか、マジで。本当にさ、もう全く、全くもっと良くないな。え？え？なんでこいつ？あ、生きてた。生きてたわ。遠距離攻撃が結構怖いんよ。はい、はい、よいしょよいしょ、いけるか、遠距離が怖いから、オッケー、近くで殴り倒すと。
いうわけでござるな。オッケー、大丈夫ですね。意外と大丈夫だな。意外と大丈夫。意外と大丈夫なだけで、全然大丈夫ではないんだけど。これ、2つのブリオスターでちょっと回復しちゃうか。重ねかけできんのかな。ちょっとずつ回復してるから、大丈夫としておこう。とりあえず、初等か。初等か、もしくはセーブする場所が欲しい。なんか苦悶の声が聞こえるんだが。え？ No, no, no. あー、え？大丈夫？絶対大丈夫じゃないよね。白星人のハンマー、カルラス仮装。カルラスってやばいとこなのかな。なんかやばそうだね。とりあえずやばいとこ抜けた。え？泥沼みたいに君らも湧いてくるパターンか。よいしょ。オッケー。これ、あれっしょ？はい、いるのね。そしたら、とりあえず、上戻って、上の探索をまだ終わってないから、そっちしてからにしよう。一回上戻ります。ちゅうわけで帰ってきた。帰ってきたけど、探索こっちで終わりだと思うんだよな。こっちで、あ、アイテム、これは大丈夫なやつ。そうだね。よかった。多分あの揺れが、ふにゃふにゃふにゃっていうのがでかいやつは、モンスターなんよ、敵なんよ。あれ、ショットカかな？大丈夫。ゆっくり近づけば意外と大丈夫だな。ゆっくり近づいて思いっきりつくで1メートル。オッケーオッケー、これでいける。よいしょ。オッケー、これで大丈夫だな。これは大丈夫なやつだと思う。オッケー。夜の炎の指輪、これ抜けられないとこか。あ、じゃあもう行くしかないんだ。炎の塩、夜の炎の指輪か。まあ、後でちょっと見てみるか。特に行けっとこないね。ないね。オッケーオッケー。じゃあさっきのカルラス仮装ってとこ行こうか。移動します。というわけでカルラス仮装戻ってきたから、とりあえずまずはそこにある幽霊ちゃん見に行くか。マジで。とりあえずさ、お花畑とかありませんか？大丈夫？あ、木星の闇の十字軍。何それ。木星の闇の十字軍なるものもらったけど。ん？ああ、敵さんか。オッケー。これはもともといる敵なのかどうかわかんねえな。よいしょ。あ、よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ。ツンツンしていけば大丈夫。そうそう、この湧いてくる敵なのか、火から出てきた敵なのかすら判別できない。オッケー。炎よけ。よし、救助完了。セーブポイント助かる。セバスチャン、ありがとうセバスチャン。ありがとうセバスチャン。ちょっと拠点戻って武器パワーアップしたら戻ってこよう。
で、まずはここ。3、あれ拾わなかったっけ、僕。あ、2個必要なんだ、聖髄が。なるほどね。ああ、話すことは変わらんな。はい、はい、わかりました。で、あとは、武器パワーアップ。ん？あれ？あなたこっち来たんだ。Good thing I've got thick, sturdy boots because crossing some parts of that burning ruin they call Lower Galrath is like walking on hot coals. Still, when you grow up in Perdam, you quickly learn what true heat is. I've never been too fond of fire. My grandfather used to tell stories about the Perdamish Crusades, and there was one about what the Dark Crusaders did to every man, woman, and child in one small village.That left an impression. They may worship Aureus, but it's clear as day why Judge Cleric parted ways with the Church of Orion Radiance. I've never been too fond of my grandfather, and there was one to every. なるほど。それがカルラス仮想っていうところでやった何かか。ああ、まあ、売ってるもの、あ、トラッパーの黒、あ、それ持ってるやつか。持ってるな。大体持ってるな。特に欲しいのねえな。これとかもうブラッドボーンなんだよな。まあいいけどさ。という感じか。あとは武器鍛えてなんやかんやしたら先進むか。OK、レベルアップも完了と。よし、だいぶいい感じになってきたかな。光ビルドという感じでもなってきたから、あと魔法力はもうちょっと伸びればね、いい感じになってくるかなと思います。ピエタ剣、ピエタの剣、あれももうちょっとで使えるようになるから、楽しみではありますね。まあ、それまではこの鐘の杖でね、頑張っていただこうというところでございます。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また続きからやっていきますので、引き続き次回もご視聴いただければと思います。というわけでここまで語り私、コンイでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。